2&2。 サードレアード、バックハンドでさばいて一塁送球。昨日そして一昨日のマリンズ戦と、まあ、エラーが、ね、続いてしまったというところはあったんですけれども、はい、この辺りはレアード、今年は、ね、ゴールデングラブも狙ってみたいんだなんていう、ね、話もしていました。これキャンパス強いな、あのこのキャンパスの強さを見るとね、うん、かつてファイターズであのサードを守っていたあの古谷さんという方がおられたんですよ、古谷さんがキャンパスあのサード戦抜けないサードだとよく言われてて、その方も背番号5番だったんですよね、はい、おフラッシュバックされている、ね、今本さんですけれども、まあ、ただ三塁手といえばホットコーナー、はい、ああいう当たりがたくさん飛びますからね、はい、でラインを守ること、その球場も、はい、今あのサード戦の打球バックハンドでキャッチした時に、おーというどよめきが出ましたよね。それだけやっぱホットコーナーと言われるその花形のポジションですよね、まあ、ただどうでしょう、日本人選手はあの昔から正面に回れなんていうね話があって、結構ああいった打球でもこう正面に回ろうとするケースあるんですけれども、